2月22日木曜日の全国の天気をお伝えします。那覇は日差しが届いても午後は急な雨が心配です。最高気温26度予想で昼間は半袖が活躍する体感です。その他は広く曇りや雨の予想です。西日本や東日本は雨が降り強まる恐れがあります。特に太平洋側では一時的に激しく降りそうです。東北はすっきりしない天気でにわか雪が心配です。北海道も日本海側やオホーツク海側を中心に雪が降り一時的に強まることがありそうです。各地とも昼間も気温は上がりにくく一日を通して防寒が必須です。暖かい服装でお過ごしください。詳しいお天気や気温の予想はアプリウェザーニュースでご確認いただけます。